はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、イヤーファン初となるオーバーイヤーヘッドホン、イヤーファンウェーブプロを紹介したいと思います。今ね、パッケージが映っていますけれども、今までですね、私の動画で何度かね、イヤーファンさんの製品を紹介してきましたけれども、今までは完全ワイヤレスイヤホンだったんですが、今回はですね、オーバーイヤーヘッドホンとなります。もちろんですね、イヤーファンさんなんで全部入りでコスパがね、非常に高い製品となっております。で、価格はですね、 Amazon さんでクーポンをね、適用するした価格ですけれども、だいたいですね、8500円前後で購入することができます。ということでね、今回はこのオーバーイヤーヘッドホン、イヤーファンウェーブプロをね、紹介していきたいと思います。それではですね、付属品から紹介していきますけれども、もうね、映っていますが、まずですね、ヘッドホンケースが付属されております。しかもですね、これ先ほども言った通り、8500円というね、低価格にもかかわらず、このようなね、立派なヘッドホンケースがね、ついてるんですよ。これめちゃくちゃ質感いいですよ。8500円で購入できるヘッドホンとはね、思えない付属品です。でね、叩くとわかるんですけれども、ちょっとね、硬めなんですよ。はい、質感めっちゃいいです。なのでこれ持ち運びにもね、いいと思います。で、横を見るとね、ここにチャックがついておりまして、ここにね、持ち手、取っ手がね、ついております。で、開けるとですね、はい、これ質感ほんといいですよ。で、開けるとね、こんな感じです。これがね、本体ですけれども、本体はね、後でお見せしますけれども、ちゃんとですね、ここにケーブル類もね、収納できるようになってるんですよ。はい。で、これもね、付属品なんですけれども、 3.5 ミリのね、オーディオケーブルが付属されております。ということはですね、これワイヤースイヤホンなんですけれども、有線にもね、対応しているっていうことです。で、もう一つはですね、 USB-C to USB-A ケーブルのね、充電用のケーブルも付いております。ではですね、本体をチェックしていきたいと思います。これがね、イヤーファンウェーブプロでございます。で、カラーはですね、これブラックなんですけれども、結構ですね、グレーとブラックがね、混じったツートンカラーとなっております。このように折りたたむこともできます。なのでね、このまま持ち運ぶこともね、可能ですね。はい。で、ここをね、カチッとやると広がるんですけれども、もちろんですね、このようにフラットにもなります。はい、もう全部入りですからね、もう今更何を言ってるんだって感じなんですけれども、はい。で、これ8500円という価格なんですけれども、質感がですね、とても8000円、1万円を切るね、ヘッドホンとは思えないくらい質感もね、めっちゃいいです。ではですね、イヤーファンウェーブプロの本体周りをね、チェックしていきますけれども、まずね、デザインから見ていきたいと思います。皆さん、デザインどう思われましたか？私はですね、第一印象は非常にね、ゼンハイザーさんのヘッドホンに似ているなと思いまして、かなりね、洗練されたデザインで、いや、初めてね、オーバーイヤーヘッドホンを作ったとは思えないくらい完成度のね、高いデザインだと思います。これね、もう忖度でも何でもなくて、マジでね、いいと思います。で、ここがですね、はい、ハウジング部なんですけれども、イヤーファンのね、ロゴが印字されております。で、ここがね、このように角度調整ができます。で、イヤーパッドですね。イヤーパッドを見るとこんな感じなんですけれども、まあ、イヤーパッドもね、もう質感がいいですね。で、結構ね、柔らかめのパッドとなっておりまして、長時間ね、つけていても疲れにくい感じですね。もう可もなく不可もなくといったイヤーパッドですね。で、ここにね、ちゃんと LR のね、印字がされてるんで、右左間違えないようになっております。で、ヘッドパッドがね、こんな感じなんですけれども、ヘッドパッドもね、もう全然手抜きせずにちゃんと作られておりますね。結構太めのヘッドパッドとなっております。で、ここにね、ちゃんと柔らかめのね、クッションとなっておりまして、はい、ここでね、伸び縮みができます。でね、結構ね、長いんですよ。なので、頭がね、大きい方でも、これね、結構余裕がある長さですね。で、私もね、頭でかいんですよ、ぶっちゃけた話。
なのでこれね、最大にしてもねかなり余っちゃいます。ではですね、操作ボタンとインターフェースをねチェックしますけれども、 R 側にですねこのように電源ボタンがねついております。で、電源ボタンに関してはですね、テロップでね詳しく説明していきたいと思います。で、その横にですね、音量キーですね、これスキップも兼用した音量キーですね。で、その隣にですね NC となってますけれども、これノイズキャンセリングということでね、切り替えボタンとなります。はい、ノイズキャンセリング、外音取り込みモードをノーマルモードとね切り替えることができます。で、その横にね、はい、ステータス LED ランプがねついております。で、さらにね、その横に 3.5mm のね有線のヘッドホン端子がついております。で、これがねマイクですね。で、 L 側にですね充電用の USB-C 端子がここにねついております。で、これはね充電用の LED ランプですね。はい、で、詳しくはねテロップで説明いたします。ではですね、イヤーファンウェーブプロの簡単なねスペックを説明しますけれども、もうイヤーファンさんといえばね、もう全部入りが当たり前になっちゃってるんでね、もう一つ一つね説明していくと非常に長い動画になってしまうんで、簡単にね説明しますけれども、今ちょうどですねこのですね Xperia 5 Mark 5につなげております。これソニーさんのね端末なんですけれども、まあソニーさんといえばね LDAC なんですよ。で、イヤーファンさんもね、これ最近の製品では LDAC に対応した製品をね多く出してますけれども、もちろんですねこのイヤーファンウェーブプロも高音質コーデックの LDAC に対応してます。なのでこのねソニーさんの Xperia にねつなげてるんですよ。はい、LDAC といえばですね、ハイレゾ相当のね高音質をねワイヤレスでね聞くことができるコーデックでございます。このね LDAC に対応してるっていうのはですね、この低価格で販売しているメーカーさんって数多くありますけれども、イヤーファンさんぐらいじゃないのかなと思います。私の動画はですね、何回かワイヤレスヘッドホンのねレビューをさせていただいてますけれども、その度にですね言ってるんですが、やっぱりですねワイヤレスヘッドホンとはいえですね、有線接続にも対応してるねヘッドホンをねおすすめしてるんですよ。で、もちろんですね、今見ればお分かりの通り、イヤーファンウェーブプロもですね有線接続に対応しております。しかもですね、これ日本オーディオ協会によるハイレゾ認証をね取得しているんですよ。なので有線接続でもハイレゾ音源をね楽しむことができます。ただね、ノイズキャンセリングなどのね機能は有線接続の場合はね使えないんでね、そのあたりはね注意しなければいけないんですけれども、家の中でねもう音楽をいい音で聞きたいっていう時はこのようにね有線接続の方がねいいんじゃないのかなと個人的には思っております。ではですね、実際にこのイヤーファンウェーブプロをね装着してみました。装着するとねこんな感じでございます。いかがでしょうか。いやね、これ先ほども言いましたけれども、非常にねゆとりのある装着性で、圧迫感がないっていうか、かなりねゆとりのある装着性だと思います。なかなかねこれ長時間装着していても疲れませんね。はい、これは大事なことだと思います。で、先ほども言いました通り、これねイヤーファンさんのアプリにも当然ね対応してるんですけれども、そのねまあこれがねアプリなんですけれども、アプリでねいろいろできるんで、アプリケーションはねインストールした方がいいと思います。まずですね、イコライザーが使えます。アプリをねインストールすれば。で、操作ボタンのねカスタマイズもできますし、このイヤーファンウェーブプロのねファームウェアのアップデートもアプリで可能でございます。あとですね、これ大事なことなんですけれども、LDAC に対応してるってね先ほどから説明してますけれども、 LDAC を有効させるにはアプリが必須となっております。はい、これねアプリがないと LDAC が有効にできないんでね、これはとても大切ですね。次にですね、肝心の音質に関してね少しレビューしますけれども、まあ、音質に関してはですね、これやっぱりね LDAC に対応してるっていうことで、LDAC をね有効にさせて音楽を聴くと非常にいいです。もうフラットな音質なんですけれども、高域からね低域までちゃんとね、クリアな音質でね聴くことができます。非常に抜けの良い
音ですね。でバランスがいいチューニングをされてるなっていうのが印象でございます。はい、万人受けする音質って言った方がいいんですかね。で先ほどですね、有線接続だとまあ音がいいよと、ハイレゾに対応してるんで音がいいよと言いましたけれども、有線接続よりも個人的にはですね、 LDAC でワイヤレス接続した方がまあ音がいいなと思いました。有線接続もね悪くはないんですけれども、若干ですね抜けが悪くなる印象ですね。なので私個人的にはですね、 LDAC で音楽を聴くのをお勧めいたします。で続いてですね、ノイズキャンセリングなんですけれども、ノイズキャンセリングに関してはですね、さすがですね、非常に、いい感じでね、ノイズをキャンセリングしてくります。で外音取り込みモードに関してなんですけれども、まあ、外音取り込みモードもね、確かに周りの音は聞こえるようになるんですが、ややですね、ちょっと機械的な音になるなっていうことをね、私の中でね感じましたね。まあ決して悪くはないんですけれども、外音取り込みモードに関してはもう少し頑張ってほしかったかなと思います。ノイズキャンセリングはね素晴らしいです。あとですね、個人的にこれとてもいいなっていう使い方があったんですけれども、私ですねテレビはねブラビアを使用してるんですけれども、まあ私の動画でねちょくちょくブラビアのね紹介をしてるんですけれども、ブラビアとこのねイヤーファンウェーブプロのね接続めちゃくちゃ相性がいいです。というのもブラビアはですね 3D サラウンドに対応してるんですよ。トランスミッターの WLA-NS7 とこのねウェーブプロをつなげるとですね 3D サラウンドが使えるんですけれども、いや、かなりね、いい感じで立体音響がこのイヤーファンウェーブプロでね、聞くことができます。あとですね、先ほども説明した通り、これゲームモード。要するにね、低遅延モードがあるんですけれども、ゲームをしたりとかですね、動画を見るときなんか、まあこれにね、イヤーファンウェーブプロと接続して視聴する場合とか、ゲームをプレイする場合もあると思うんですけれども、ゲームモードにするとね、かなり低遅延でね、使用することができます。まあ、ワイヤレス接続なんでどうしてもですね若干の遅延はありますけれども、違和感はねあんまりなかったです。ではね、次に少々ね気になった点をね、2つほど挙げてみたいんですけれども、まずですね、これ先ほどもちょっと説明しましたけれども、アプリをですね使用しないと LDAC をね有効にすることができないんですよ。これね、まあアプリさえインストールしてしまえば LDAC 有効にできるんですけれども、ちょっとねこのハードウェア的に LDAC に切り替えることができないっていうのはねちょっと不便かなと思いましたね。これはねちょっと改善してほしいですね。でもう一つはですね、これ仕様なのでどうすることもできないと思うんですけれども、デュアルデバイス接続がこれ対応してるんですけれども、LDAC をね有効にしているとデュアルデバイス接続はねできないんですよ。まあこれはね仕様ということでどうすることもできないんですけれども、若干不便かなと思いました。まあ毎回ねイヤーファンさんの製品には驚かされるんですけれども、これもですねもう何と言っても LDAC 対応、そしてノイキャン外音取り込み対応、デュアルデバイス接続対応で有線接続カッコハイレゾにも対応で、ゲームモード低遅延モードですねにも対応、そして最大80時間のね連続再生にも対応して、ノイズキャンセリングをねオンにした状態でも55時間再生ができるっていうことでね。であとですね、折りたたみも可能ですし、まあなんといってもですね、質感の良いヘッドホンケースが付属されてるっていうのはですね、これ結構ね注目点ですね。あとね、263g の軽量設計っていうことで、もうほぼほぼ全部入りっていうことでね。はい。これね、イヤーファンさん初となるオーバーイヤーヘッドホンなんですけれども、かなりですね、完成度が高いですね。ということでね、今回はイヤーファンさんのね、3月1日に発売された新発売のね、イヤーファンウェーブプロをね、紹介してきましたけれども、まあこれ毎回言ってますけれども、これだけの性能をね、この中に搭載されているにもかかわらずですよ。これ8500円前後っていう価格はね、もうバグってますよ。
もうこれいい意味でね、バグってます。はい。なので、もうとにかくコストパフォーマンスが良くて、もう性能がいいヘッドホンが欲しいっていう方はね、これ強くお勧めいたします。まあこういったですね、ヘッドホンなどのガジェットをね、私の動画でちょくちょくね、紹介しているんで、もしよろしければチャンネル登録、そして高評価ボタンもね、よろしくお願いいたします。それでは。